スモードで走ってます。Sモードは加速が良くて回生がしっかり効くモードです。アクセルをぐーっと踏んでいってぐっと離すとかなり強いエンジンブレーキのような回生ブレーキが効いて減速します。使いやすいですね。セレナの e パワーはですね、3つのモードがあります。まずノーマルモード、何も出ていない表示がされない標準のモードです。そして S モード、そしてエコモード、この3つのモードがあるんですけれども、一番おとなしい走りをするのがエコ、そして実はですね、その次におとなしいのは S なんですね。 S モード、これスマートの S です。 S モードが、2番目におとなしい足で、何も表示されない D モードが、一番、元気よく走るモードというふうになっています。S モードとですね、エコモードはワンペダルによる走行ができます。これはですね、アクセルを踏んでいくと加速をして、アクセルを緩めていくと強い回生ブレーキが効いて停止まで行えます。ですので本当に上手に走ればブレーキペダルを踏むことなく、アクセルペダルだけで走ることができる、これが、ワンペダルと言われる、走り方になります。この走り方の場合ですね、止まるまで走ってしまうとその状態からはクリープが使えません。普通の AT だと、ブレーキを離すとそのまま、ズル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 って走るクリープがあるんですけれども、それが使えないんですね。ただブレーキを1回踏んでやればそこからクリープを使えて、ゆっくり走ることができます。もちろんアクセルを踏んでも走ることはできます。これがペダルの使い方。ノートも走りやすかったですが、これもセレナもかなり走りやすいですね。でセレナの方が、多分サスペンションストロークが長いので、ブレーキ踏むと結構ギクシャクした走りになると思うんですけれども、それを回生で、走れてしまう、ワンペダルで走れてしまうと、そのギクシャクした感じ、上下に、動くピッチングが出るような動きがなくて、運転しやすいですね。多分、運転手よりも、後ろの席とかに座っている人が快適に感じるような走りができるんじゃないかなと思います。完全停止まで、アクセルペダル離して止まってみます。止まる時もスムーズですね。で完全停止で止まっててクリープはしません。標準モードにするとクリープして、出ていってくれます。通常のですね、標準モードで走るときは、今までの、走り方と一緒で、アクセルを離してもゆっくり、速度が落ちていくだけです。回生ブレーキを使うような強い減速は起きないし、止まるまでの減速も起きません。ですのでブレーキをきちんと踏んで、止まらなければならない。いわゆるですね、電気自動車的な乗り方をしたい人は、エコモード、S モードを使えば電気自動車的な、今までにない、先進的な走りができる。でもそれはどうも乗りづらいな、今までと同じように使いたいなっていう人は、普通のモードを使って走ってあげれば、今まで通りの、運転フィールで車を運転することができる、というのがですね、Eパワーの、走り方になります。